をご覧の皆様、おはこんばんちは。今日は私は横須賀に来ております。今回ご紹介する動画はこちら、衛星で護衛艦を引いてみたです。今回出雲を引っ張る衛星は横須賀警備隊に編成される横須賀公務隊に配備されています。護衛艦を押したり引いたりしながら艦艇の出入港を支援します。まさに縁の下の力持ちなんです。そんな衛星が本日引っ張ってみる護衛艦がこちら、護衛艦出雲です。大きい。護衛艦出雲は第一護衛隊軍所属の護衛艦で、横須賀を母港としています。第四護衛隊軍所属の護衛艦加賀と並び、海上自衛隊最大の護衛艦です。衛船は定員が7名の小さな船、機関長が1人でエンジンの始動前点検、始動後の確認を行います。護衛艦を引っ張るために必要な柵の準備、点検は非常に重要です。衛星が出雲などの大型の護衛艦の支援に向かう際には事前に衛星のマストを倒します。これは意外とレアな映像なんですよ。いよいよ衛星の出航です。大きくても小さくても船の出航の時はワクワクします。行ってきます。衛星は艦尾側からバックで離れましたが、衛星の特徴は何といってもその機動性、前に後ろに自由自在に切り返します。それではせっかくなので衛星の内部に潜入してみましょう。じゃあ行きます。衛星は小さな船と侮ることなかれ、意外と居住性がいいんです。相手の護衛艦に合わせて行動するため、長時間海の上で待機することも多いことから生活設備が充実しています。お風呂もトイレも綺麗。さあ、それではお待たせいたしました。出雲に向けて出発です。出雲くらい大きな護衛艦になると2隻ではなく3隻の衛星が協力して出雲を引っ張ります。なんと今回は反対側にもう1隻加わり、合計4隻の衛星が大きな出雲を押したり引いたりして支援します。いよいよ出雲に接近します。海の上から見上げた護衛艦出雲のその姿、大きい。まるで巨大な壁のようです。海面からの護衛艦出雲の高さはなんと約50メートル。渋谷109やパリの凱旋門とほぼ同じ高さなんです。4隻目の衛星がスタンバイ完了。出雲が岸壁から離れるのを静かに待ちます。さあ、3隻の衛星が力を合わせて大きな護衛艦出雲を引っ張ります。おっと、4隻目の衛星が岸壁側に回り込みます。おっすぞー。衛星1隻あたりのパワーは2600馬力、なんと1隻で軽自動車約40台分に匹敵します。今回は衛星が4隻、軽自動車160台もの力で出雲を動かしていると言っても過言ではありません。衛星はゆっくりと、そして確実に出雲が向きを変えることができるよう安全な位置まで引っ張ります。出雲が向きを変えた。ゆっくりと反時計方向に回転しております。衛星同士の見事な連携、ご覧ください。支援を終えた衛星は素早く柵を回収し護衛艦から離れます。衛星の支援はこれで終了。護衛艦出雲を見送ります。いってらっしゃい。衛星で護衛艦を引いてみた、いかがでしたか。小さな衛星が大きな護衛艦を押したり引いたりする姿は
大迫力でした。次の動画もお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。